写真拡大。高校野球香川大会2回戦英明11-1坂出賞。25日レグザム丸亀秀明が先発全員安打の猛攻で16安打11点を奪い、5回コールド勝利で初戦を突破した。初回に四三塁で4番浜垣夢新内野手3年がきっちり右前へ運び先制点。チャンスで打ててほっとしたと胸を撫で下ろした。3安打2打点の主将前田大内野手3年は全員安打も出た。しっかり対策を立てて、それが丁寧にできたらこういう結果になる。振り回したらやられるという指示で、坂出賞先発の山下周平投手、2年を攻略。昨週の県大会3位決定戦で、四国学院大香川西を相手に29点を奪った破壊力を存分に見せつけた。次戦は来月1日の高松北戦。一戦一戦、目の前の試合を勝っていきたいと前田主将。チーム目標の香川1位へ進み続ける。Thank you.